どちらから来られたんですか？大阪です。食べられたのは何食べられたんですか？乗せ放題の。18時です、試合入って、はい、で12年修行して、お客様がやっぱりこうご満足いただくためにはどうするかっていうところも本当に心がけて、和食は1本62やから15からやってずっとやって、どうもありがとうございます、ありがとうございます、何炙ってるの？マグロの頬肉の炙ってる、よっしゃーい、はい、お願いします、いきます、長崎です。この方で。これで頭をちょっと落としていきます。よいしょー。よいしょ。よいしょ。よいしょ。すごい。ちょうど骨の隙間に入れないと一発でいいかな。今日しかできませんので、地肉、頬肉、目玉、そちらのメニューの方に書いてあるんで、よろしくお願いします。これお寿司屋さんで食べると一貫は、に3000円はいくと思うんですけど、うちはこうやって1本で買うのでめちゃくちゃ安い値段です。玉トロ、これはまあ握る時とかに手の温度で溶けるぐらいの、これですね、大トロメイン、よいしょ、おいしょ、めちゃめちゃうまいです。いいんですよね、これが玉トロです。赤身、はい、大トロ、はい、玉トロ、縁側、頬肉、頭肉、砂釣りです。3人いる時とかはもう1人がずっと仕込みしてもらって営業して、その終わってからってもしないように。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。3名様ですか？検温アルコール消毒お願いします。追加で頼まれてますもんね。これは美味しいです。うわぁ。
カメラ逆。食べられたのは何食べられたんですか。乗せ放題の定食。あ、近っ端のやつです、はい、あ、初めてなんですか。初めてです。その知ったきっかけっていうのがあるんですか。インスタグラムです。地元ですか。いや、旅行で来てて。お一人ですか。はい、そう。どちらから来れたんですか。大阪。北九州行って博多も行くんですか、今から。はい、今から博多。もう大将はずっと働いてるんですか。自分は9年。もともとこういうお仕事だったんですか。でもお寿司屋さんです。18で寿司屋入って、はい、で12年修業して、で出て。で、ここのオーナーが、あの小沢なんで同級生で働かせてくれって言われて入って。これじゃ厳しかったんですか。だけど自分の下はもうみんなすぐ辞めに。あ、何年ぐらいはきついんですか。ずっときつくないですか。下が入って育ってくれば、はい、自分たちも上には行けるんですけど、やっぱ入ってすぐ辞めたりとか、これ上いるんで、はい、ちょうど真ん中なんで、お客様にも、いつも眉間にしわ寄っとよとか、あ、ただいっぱいいっぱいだろう。今なんかこう心がけてることとかあるんですか。楽しくぐらいですか。あじゃあ結構長いこと来られてるお客さんとかもいるんじゃないですか。あ、いますね。もう自分の寿司屋時代からのお客さんがまだ、初めてお刺身を出したお客さんと未だに付き合いあります。徳重って言います。結構いろいろすごい上手ですよね。結構若い方来られてるじゃないですか。そうですね。インスタ見てっていう方が結構方も結構いらっしゃると思います。なんか心がけてることとかありますか。お客様がやっぱりこうご満足いただくためにはどうするかっていうところも本当に心がけて、居酒屋さんってちゃんと説明してくれるところもあればもう本当に出すだけで終了みたいなところもあるから、要はうちの商品をいかに引き出すか、はい、あの魅力を引き出すかっていうところがすごい大事だと思うんですよね。ご結婚されてるんですか。結婚してました。もうわっついちゃった。そうなんですか。めっちゃ募集してます。いやもう子供もいる、いて。はいないです。あ、そうなんですか。ものすごい雰囲気出てて、いやめっちゃ魅力感じてるんですよ。ありがとうございます。誰も振り向いてくれないですよね。いや絶対そんなことないです。あ、わさび、おろしわさびの練りじゃない。これは何なんですか。あ、おでんの牛すじです。これ上まぶしてるのは生姜ですね。ごま油で、ごま。一応このパスポートってあるんですけど、はい、このパスポートが500円働いていただければ、この使用期限中、その月まるまる1日2杯は無料になるっていう。レモンキスと一応ハイボールに限りなんですけど、でもめちゃめちゃお得なんで、もう30日まるまる1つ月です。これで何キロぐらいあるんですか。まあ60、内臓は入っとったら70ぐらい。あ、内臓抜いてるんですね。うわ。はい。
このシャリとか握るあの量っていうのはどういう感覚なんですか？経験したりする経験と、例えば大体こうお魚系は厚みは一緒なんです、はい、イカとかあんな握る時って高さを合わせないといけないんでシャリ大きくなったりそのネタに合わせてシャリが変わってくるんですよ。でも並べる時に高さは一緒じゃないといけないんで、で感覚ですよ、これぐらいの量だったらこの高さになるとか重さも測るじゃないですか、はい、均一で出さないといけない、ほぼほぼ一緒でしょ、だけど高さが一緒になるけど、まあまあ同じものを握ればほぼ一緒、もうこの握った状態でできてるんですよね、ほぼほぼ形が、これを整えるだけなんで、それでイカと一緒に形整えて、シャリはちょっと横から打つと船型になる、これが基本に船の形、何年ぐらいやったらこのような形になる、わかんないですよ、自分は遅い方なんで、だいたい3年でやっと形になるかな、ちょっと握らせてもらえるかな、自分5年目やったんで、正直自分はもう最初やる気なかったんで飲食じゃなくて、もともと大工さんやりたかったんで、18の時に、はい、たまたま職人だったら寿司屋があるけど行ってみるかって先生に言われて、まあ、いいかと思って半分諦めた感じでお寿司屋さん行って寮に入るみたいな、わーちょっと遊べるぞと思って、はいはい、本当にそんな感覚で入って、でも5年経ってもう辞めようと思って、あの辞めさせてくださいって言いに行ったんですよ、でももったいないっていうので、はいはい、次の日まで出てきて、いや俺が言うことやってみろって店長に言われて、はい、でやったらいろいろできたんですよ、で面白いなって思って、で5年目からハマったんです、やったことないことやらせてもらったら、ずっと5年間先輩の後ろでカバーしていたり見てきたんでできたんですよ、できんと思ってたんですけどできたんですよ、巻物巻いたりするのも意外にできて、なんかじゃあお前できるのみたいな、明日から頑張るよみたいな、どうもありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。どうぞ。はい。昔と違ってだいぶ進化して早く泳ぐためにこの収納できるようになったんですよね。昔はこれも出っ放しだったんですけど、あとここのヒゲもですね、本当はここくぼみなかったんですけど、ピタッと早く泳ぐために収納するように、普段130キロぐらいで泳いでますね。マグロは止まったら死んじゃうんで、寝てる時もだいたい30キロ20キロとかで泳ぎながら寝てます、はい、ちょっと特殊な、止まってしまうと身が焼けて死んでしまうんで、さあ行きましょう、まずお腹に入れていきましょう。
まず頭落としていくんですけど、これよく見たことあるかな、この方で。これで頭をちょっと落としていきます。よいしょー、よいしょー、よいしょー、よいしょー。ちょうど骨の隙間に入れないと一発でいいかな。今日しかできませんので、地肉、頬肉、目玉、そちらのメニューの方に書いてあるんでよろしくお願いします。地肉、頬肉で、ね、大トロよりまださらに最高級なトロですね。これお寿司屋さんで食べると一貫まあ2,000〜3,000円はいくと思うんですけど、うちはこうやって1本で買うのでめちゃくちゃ安い値段、それ7切れぐらい1人前です。玉トロ、これは、まあ、握る時とかに手の温度で溶けるぐらいの。さあもう1個、これ2個あるんで、これもですね、もう最高級です。お寿司屋さんでもここだけ買うとことかあんまりないんで、はい、ないですね。大体大トロ、中トロ、赤身で買っちゃうんで。地肉、頭の肉、こちらが目玉になります。こちらが目玉になります。でこちらが頬肉になります。豆知識っていうか、地味とろはネギが乗ってるから、これ今日しか食べれない刺身、ずっとあれは今日しか食べない。あとはカブト焼きする、これはカマの塩焼きです。僕は来てまだ6年ぐらい、和食は1本です。もう何年ぐらいやってるんですか？もう62やから15からやってずっと。いやー、もうお父さん出てますもん、あの雰囲気が最初すごいこう怖い人かなと思ったんですよすごい優しいから。ありがとうございます。こちらがカマトロになります。一応この骨に沿ってまず真ん中に線入れますね。でこれまた鱗なんですけど、これもマグロの特徴で、鱗の上に1枚皮があるんで、ここに線を入れちゃうと、ぐっと入れると鱗がついてきます。すげえ。これはもう包丁を入れてやっと鱗が中から出てくる。ちょっと他の魚と違う。次は赤身メイン、中トロ、赤身メインですね。よいしょ。さあ行きましょう。これ赤身メインですね。さあ出てきましょう。よいしょ。赤身メイン。次は大トロが飛び出てきます。よいしょ。これですね、大トロメイン。よいしょ。よいしょ。大トロメインですね。めちゃめちゃうまいです。縁側今撮ってるんですね。そうですね、あっこまでコリコリ感はないですけど、まあ多少似たコリコリ感はあります。こちらが縁側ですか？さあ中落ち、これ肉めちゃくちゃついてて、刺身で食べた後にもう飽きたなと思ったら焼いて二重で楽しめるいいサイズです。よかったらどうぞ。1,500円、めっちゃお得ですね。ありがとうございます。尻尾以外はもう全部食べれるような感じ。尻尾も食べれます、ここまで。握力がないです。感覚が。お願いします。これを焼くんですか？はい、これを焼きます。今何切られてるんですか？今大トロの部分のちょっと腹の身を抜く。あ、はい、ここの油は食べれないんで、はい、これが、はい、マグロの砂釣りです。はい、どこの部位になるんですか？大トロの先っちょにこれだけしかついてないんですよ。これはもう炙ってじゃないと食べれない。これはもうメニューないです。こんな大きいのにこのぐらいしか食べれない。それだけです。希少も希少ですね。
これが違いですよ、色。これも後で味付けしてユッケになるんですね。お願いします。頭の肉はみんな一回食べた人はまた食べに来たとか多いですね。大トロにもっとコリコリ感が入ってる。大トロにコリコリがある。まだこの皮を取った後がいいんですよね。これがカマトロですね。油が本当だ出てますね。カマトロ、これが大トロとカマトロの違いですね。もうそうですね、比べたら赤身ですね。砂部位ですね。希少部位ですね。これはですね、若干表面を豚がうまいです。はい、赤身、はい、大トロ、はい、カマトロ、縁側、頬肉、頭肉、砂ずりです。今日はお一人で来られてるんですか。普段からこの お店って来るんですか。いや、あの旅行で来てて、はいはい、インスタグラムでご飯屋さん探してたらちょうど今日に解体してあるって言って予約してきました、はい、そうなんですね。どちらから来られたんですか。兵庫県。お一人で。はい。まあ、いいですね。昨日は大分の別本線行って、で今日この辺行って、で、まあ、明日は博多の方行こうかなって。うわ、お酒もめっちゃかなり飲まれてますよね。いや、もう一杯だけ。あ、本当ですか。 YouTube で使わせてもらっても大丈夫ですか。あ、はい、ありがとうございます。